間中国へようこそ。6月13日のニュースをお伝えします。今年の夏に入って以来、河南省、山東省などの河北平原地域で大規模な高温現象が発生しました。気温が非常に高く、外出するのがほとんど不可能なほどです。さらに高温により河川の水位が著しく低下し、特に瀋陽市近辺の河川では暖流現象が発生しています。河川が干上がり、田んぼの土壌がどこも干ばつ状態にあります。農民たちは作物が水不足で枯れるのを防ぐため、炎天下でポンプを持ち運び灌漑を行っています。中国の穀倉と呼ばれる河南省では、この時期に小麦の収穫は終わっています。しかし高温はトウモロコシやピーナッツなどの作物の葉種に大きな影響を与えています。種子は干ばつの条件下では発芽しにくいため、農民たちは河川の水を運んで土地に灌漑しています。しかし現在河川の水が干上がっているため、井戸から水を汲み上げるしかありません。一部の農民は100キロ以上もある吸い上げポンプを家から田んぼまで運ぶことさえしています。その苦労がよくわかります。とはいえ効果は限られています。持続する高温のため、タイムリーに灌漑を行っても水分が長く保てず、雨が降らない限り灌漑を繰り返す必要があります。ネットユーザーが投稿した写真には、田んぼの土壌が干ばつのためにひび割れている様子が映っています。また瀋陽市の地元ネットユーザーは、貯水池の水が底をついていること、井戸の多くも枯渇していることを明かしています。さらに現在の中国農村には、若い労働者がほとんど働きに出ているので、水を運んで灌漑を行うのは主に高齢者です。このような天気は、小麦の収穫を終えたばかりの高齢者にとって非常に大変です。山東省の状況も深刻です。イーモン山地域の住民が投稿した動画では、現地で半年以上雨が降っておらず、河川が干上がっていると述べています。現在、イーモン山の桃が間もなく成熟期を迎えます。しかし、長期間の干ばつのために桃に影響が出ています。果樹農家は桃への影響を最小限に抑えるために常に灌漑を続けるしかありません。さらにネット上に流れている写真によると、長期間雨が降らず土地が干上がり希望が見えないため、多くの地元農民が集まり、天に祈りを捧げて雨を乞う光景が見られます。北方が干ばつに見舞われている一方で、中国南方の一部地域では大規模な持続的降雨が発生しています。雨量が多すぎて洪水被害が生じ、住民の家の中は湿気でいっぱいです。中国水利部の発表によると、6月11日から15日にかけて、江南、河南、西南部などで強い降雨が予想されるとのことです。降雨の影響で、江西省、浙江省、福建省、江西自治区、広東省、湖南省などの省の多くの河川で水位が明らかに上昇し、一部の中小河川では洪水が発生する可能性があります。河南持续高温、天气比较干旱。差不多有两个月都没有下雨了。虽说中间有些下、但是地皮都没有湿。咱们老农民们都在日夜不病地去抗旱睡脚底。今天呢，俺们家也是就是睡脚底，俺爸俺妈顶着38度的太阳在地里边脚底。其实脚底真的非常非常的辛苦呀。现在是中午12:22，今天终于淋到俺们家脚了。你瞅瞅俺们这块花生种上去好长时间了，这块花生种上去好长时间了，基本上都没有发芽了。
今天淋到俺家脚底了，热呀，热呗，吃点热凉皮垫垫算了。瞅这老农民多辛苦，多不容易。我妈晒的热的，这会儿累人一回呢。结束了，终于结束了，就这一点地忙了一天呀，浇了一天。现在我们沂蒙山区这边大概有半年没有有摄像雨了，很多河道都已经干了，河边里面草的话滑出来就是边上的土都是干的，没有任何的水分。我们这边基本上每家每户都是十几亩、20多亩桃树的，不停的在浇水，在浇水。不浇的话，它很快就会在干旱，长期缺水，可能就根本就长不大了。那天我走了很久的路，才发现这是我们沂蒙山的河道。半年多没有有效降雨，很多河流已经干涸，再加上持续的高温，很多水库的水位也持续下降。持续的干旱也导致路边的杨树大面积的落叶干枯，树叶也变得极为稀疏，桃树叶子也被晒卷了。桃农不是在浇水，就是在去浇水的路上，一些接不到水源的地方只能任其自生自灭。农民要靠天吃饭，可在这样干旱下去，真不知道该怎么办。天气预报上的降雨也是遥遥无期。阿姨说，种的花生玉米已经很长时间没浇水了，挑一担水要走很远的路。大爷说，昨天刚刚浇了地，不知道能不能长出芽，希望老天快点下雨，润泽这一下干旱的大地。大家都知道沂蒙山的桃子甜，却不知道我们农民旱水有多咸。皆様へのお知らせです。これから寒中国の動画をガンジーワールドというサイトにも掲載していくことになりました。リンクは下の概要欄に貼ってあります。よろしければどうぞご覧ください。